新型コロナウイルスについて、車に乗ったまま屋外で迅速に診察や検査を行うことができるドライブスルー方式のデモンストレーションが今日報道陣に公開されました。新型コロナウイルスの診察と検査はこれまで県内11カ所の帰国者接触者外来で行われていましたが、1人当たり1時間から2時間かかる上、検査ごとに防護服を取り替えるなど病院の負担は大きく課題となっていました。これに対しドライブスルー方式では、検査が必要とされた人は直接車で指定の場所に行き、車を降りずに診察と検査を受けることができます。所要時間は10分から20分程度と大幅な時間短縮になり、医師や看護師も屋外で最低限の接触で済むことから、感染リスクの低減と病院の負担を減らすことにつながるといいます。ドライブスルー方式が行われているのは現在県内1カ所のみですが、県では今後2カ所を追加し、県内での検査数をこれまでの1日60件からおよそ120件程度まで増やすことにしています。この検査はその病院を訪れたらすぐにできる検査ではございません。従来の帰国者接触者相談センター、もしくは保健所の方に連絡をしていただきまして、そこで必要と判断された患者様にご案内させていただける検査でございます。ですので直接その病院に行っても決してその検査をできるわけではございませんので、その手順に関しましてはぜひご理解いただきたいと思います。